増島選手。さあ、パーサカ琴乃ちゃんが鬼として今走り出しました。パーサくん、琴乃ちゃんも一生懸命みんなを追いかけてきますよ。パーサくん、琴乃ちゃんがまずタッチしてよ。6個どこでもいいか並んでください。均等に分かれるように、黄色いコーンの前に均等に分かれるように並んでください。どこに並んでいただいてもいいですよ。ついここからが本番です。やはりあのサッカーなので足で行ってもらおうかと思います。ちょっと渡辺選手一回見本の方をお願いしていいですか。みんな見てくださいね。足で行ってもらって乗せるのも足でお願いします。おお、乗せるのも足で、乗せるのも足でお願いします。よいしょ。おー、さすがです。これで戻ってもらいます。ありがとうございます。パーサ君、琴乃ちゃんは危険ですか。危険で、じゃ あのその分10人でお願いします。で、分かりやすくするために申し訳ありません、選手の方アンカーでお願いします。選手の方10人目でお願いします。少ないところは2回行ってもらってもいいですよ。いいですよ、2回行ってもらっても大丈夫です。少ないところは選手2回行ってもらっても大丈夫です。よーい、まだですよ。まだですよ。スタート。さあ、優斗選手、華麗なテクニック。おー、足で頑張って乗せてね。はい、乗りました。 OK、 うまい。さあ、今青が一番ですか。うまい。さあ、頑張ってくださいね。もう足で持って帰ってください。成山コーチ、このドリブルのコツというのは、ボールをね、丁寧にこう、はい、自分の行きたい方向に押すということですね。おー、行きたい方向に押すと。すみません、もうちょっと盛り上がってもらってもいいんで。頑張れー、応援もよろしくお願いします。あー、惜しい。落ちたら戻ってやり直してくださいよ。落ちたら戻ってやり直してくださいよ。頑張れ。さあ、今青チームは何番目のですか。次は、3番目です。3番目、頑張ってください。 OK、 はい、ゴー、頑張れ。もう真後ろから押した方が、あ、いけます。ナイスです。なかなかボールを乗せるのがね、難しいみたいですね。落ち着いてね。琴乃ちゃんも今練習してくれてます。琴乃ちゃん、今のねゲームは応援担当やからね、しっかり応援してね。さあ、琴乃ちゃんも参加したショーに見てありますけども、さあ、黒チームは今何番目ぐらいまで行ってるんですか。あと5人です。あと5人。ぜひ、うまくドリブルできるコツなんかを教えてください。 OK じゃないです。ボールと友達になることですね。はい、大事ですね。 OK じゃないです。さあ、皆さん、ボールと友達になって楽しんでいきましょう。 OK です。うまい。さあ、今めっちゃむずいでと言ってたお姉さん、やってみていかがでした。すごい難しかったです。特にボールに乗っけ
るのがすごい難しいなと思いました。結構風きついから転がるんですよね。まあ、そろそろすごい持ってかれますね。アンカーの順に回ってきそうですかね。お疲れ様です。頑張ってくださいね。さあ続々と進んでおります。OK、全員ゴールしたら皆さん座ってくださいね。ゆっくりでいいですよ。ゆっくりでいいよ。そう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 、ゆっくりね、ゆっくり。さあボールを乗せて、うまい、乗りました。さあオレンジチームパーサ君も手十分に入ってるね。ちゃんとジグザグで帰ってくださいよ。そこコーチジグザグでお願いします。さあオレンジチームダッシュ、ボロ取ってジグザグドリブルです。さあベージュチームも頑張って、もうちょっと。あれ黒チームアンカー用意してますか。黄色もアンカー用意してますか。さあさあアンカー対決です。アンカー対決です。来ました。サポーターの皆さん応援お願いします。落ちてます、落ちてます。黒チーム、黒チーム落ちてます。大和選手落ちてます。もう一回戻ってください。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ行きますよ。まだ大丈夫。増島選手